地元の要望を踏まえ24年度以降の沖縄振興に関する2法案を今国会に提出しますと宣言した野田総理2月9日その2法案の提出を実現させるため全閣僚そして沖縄県中井町知事が参加して沖縄政策協議会が開催されました来年度は、 特別措置法の期限到来後、新たな沖縄振興にスタートする、極めて重要だす。その新たなスタートに向け、今回の会議では、この3月末に期限が切れるご覧の2つの特別措置法について報告、いずれも法律の有効期限を10年間延長するとともに、内容の拡充を図ります。まず 沖縄振興特別措置法の改正法案のポイントはこれまで国が決めていた沖縄振興計画について国は基本方針を定めるにとどめ具体的な計画は県が策定することまた産業の振興のため国際物流特区を新設し情報通信産業特区や金融特区も含め課税の特例措置を行っていきます。今後とも沖縄の 再生を尊重し、地元のご意見をよくお伺いをしながら、沖縄の経済の真の自立と、持続可能な発展を展開できるように、政府を挙げてしっかり取り組んでいただきます。もう一つは、中留軍用地返還特別措置法の改正法案。米軍基地の跡地利用の促進、円滑化のため、跡地所有者への給付金制度の拡充や、原状回復措置の充実。 地方公共団体などによる土地の先行取得制度の創設などを図ります2つの法案について説明を受けた中井町知事からは国に課題が多い中沖縄に目配りをしていただき大変感謝申し上げますと 謝意が示されました今回説明のあった二法案については協議会の翌日2月10日に閣議決定しました送信法は、えー、我々大の大策の重要な課題でございます引き続き関係学位の一層の取り組みをよろしくお願いします